皆様、こんにちは。セネガルから参りましたガイアシンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日のスピーチの題は、日本で行われているエグゼキュティブサーチと人事コンサルティングのことです。さて、エグゼキュティブサーチとは何なんでしょうか。今の金融危機の中で、さらに大事なことになっていて、その重要性について、その未来について、自分の経験をもとにして話したいと思います。 果たしてエグゼキュティブサーチの意味は何なんでしょうか。エグゼキュティブサーチは人材紹介業界の一部であります。人材紹介は人材派遣とよく間違われていますが、まず簡単にその違いについてを説明したいと思います。人材派遣は、ある業務を遂行するスタッフ、あの企業へ一定期間、例えば3か月間、または1年間を派遣するサービスであります。 英語で言いますと、テンポラリースタッフィングのことです。で、人材一歩、人材紹介の方は、あは、転職を希望している社会人に沿った求人のご紹介であります。エグゼクティブサーチのエグゼクティブの名前が示すようにあの、いわゆる企業の課長から部長、または代表取締役レベルまでに至るコンサルティングのことであります。 つまり、企業の経営に携わるあの人材の紹,の紹介であります。簡単に言いますと、ヘッドハンティングのことです。皆様、ヘッドハンティングのことを聞きますと、多分あの悪い印象が強いかと思いますがあの、日本でもまだ発展中の業界であり、ヘッドハンティングそのもの、まだよく知られてない仕事であります。 実は、その部長や課長にとって、あのそのエグゼクティブサーチの方は、そのカリア作りの手伝いをすることでありで、企業にとっては、その人事戦略を立てることの手伝いにするあのことになっています。日本では国際的にもそうなんですが、その業界の,あのリーダーはあの、マイケル・ペイジなど、あと、ラッセル・レイノウズ、コイン・フェリーの会社になっております。 つまり、外資系の方が結構多いです。国際経営業界の中で、会社の利益は、やっぱりその知識ではなく、その資本ではなく、人です。残念ながら、今の厳しい環境の中で、その人材も派遣、あのその社会社がその人材をリストラすることになりました。 で結果的に東京の渋谷ではあの派遣村ができるようになったと聞きましたがあの今の状態ではその人材紹介も金融危機,の,あの,金融機のせいで同じ浮き目を見ないようにしなければなりません会社の成功にはグローバルビジネスの遂行に効果的に対処するためには有効に従業員のスキル あと、その知識のレベルの向上が大切になってきました。エグゼクティブサーチ関連企業はその会社のパートナーになりで、人事分野に対して最適に問題を解決します。私も日本でエグゼクティブサーチの業界で2年間リサーチャーとして活動してきました。私も日本であの大学。 大学で日本の大学で経営を学んだ私、将来に自分の,経営自分の会社を経営したくで、自分もマネージャーになりたく、最初にその人材のことを一切ちょっとあのその経験したく、人事コンサルティングの業界に入りました。東京の港区で勤めていて、大手の外資系、あと日系企業が集まる場所で仕事しました。 コンサルタントはチームごとに分かれて IT 業界消費財サービス業界あとヘルケー業界か金融業界の顧客企業の事情あとはその競合マーケット成功や不成功の要因を理解した上コンサルティングのサービスを提供することになりますリサーチャーとしては私全チームのプロジェクトに参加することが多かったんです コンサルタントは企業側、リサーチャーは広報者側に中心にあのプロジェクトをあのします。で、ちょっと例を挙げたいと思います。例えば、ユニリーバージャパンが顧客だとしましょう。日本のシャンプーのマーケットの競争が厳しくなっていて、ぜひ新営業部長を紹介してくださいと人事課長が頼まれたら、リサーチャーとコンサルタントは、そのと 業界の分析ををししててからあの戦略を立,て戦略を立てることにします私の役割はインターネットまたは出版物ネットワーキングやトレードショーなどから広報者を探すことにしますさらに JETRO のダイレクトリーでその業界のことを検索し会社のイベントであと新情報を集めてあのプロジェクトをスタートします この経験で日本のビジネス事情、あと会社による人事戦略、あとシニアマネージメントとの触れ合いで、その企業組織そのものを理解することになりました。まさか、組織ではなくて組織ですね。その時初めて日系企業やあと外資系企業の違いを分かるようになりました。 日系企業のエグゼキティブはやっぱり定年まで同じ会社で同じポジションをあのずっとあのその場で仕事することにします新しい仕事を紹介しててもなかなか興味を持ってもらえなかったですそして何年,まで前は何,何年か前までは日本のエグゼキティブサーチは外資系から外資系への流れでした しかし、最近も日系企業も、その国際経営業界に負けないように、同じポジションを丁寧まで保証するのはできなくなりました。自分の経験で思いついたことは一つです。日本で新傾向が始まりました。日本での業界の変化は二つです。第一は、外資系から外資系の流れは、日系企業から外資系へ、外資系から日系企業へのパターンに変化しました。 グロ,ーバルグローバル化、IT 化が進む中で、日本も国際的に通用する人材を探していきました。現時代のアップをアウトといわれるあの競争原理が流行っていまして、キャリアアップを目指している部長や課長も、あのその中心化退社化のルールに合わせて、今の危機の現実に合わせて、ますます転職を考えることになりました。 でない第2点は、エグゼクティブサーチ関連企業は外資系に限らず、日系企業も取り,取,り始め取り入れ始めました。エグゼクティブサーチの躍進は、英国や米国のみならず、日本においても堅調になってきました。金融危機に関する失業者の問題。 であと、企業にとってコンペティティブな人材が不足している問題を解決するためにより良い人材獲得、というものに注目するべき時代になりました。さて、私の結論はその挑戦に国際企業の最適なパートナーはエゼクティブサーチ関連企業だと信じています。これからも日本において大切な役割を果たしていくはずです。以上、私のスピーチでした。 ご清聴ありがとうございました。